はい、皆さんどうもこんにちは、アシアです。今日の動画では日本人の彼氏と付き合って良かったことを紹介したいです。これは前はショート動画にしてみたら結構好評だったので、でも1分しかないからもう情報をめっちゃ詰めてやってたんですけど、今回はロング動画で長々といろいろ良かったことをお話ししたいと思います。で、一つなんですけど、これは今付き合ってる彼氏とか、今付き合ってる彼氏いない、彼氏なし。で、最近付き合ったとかじゃなくて、まあ過去今まで日本にいた頃の中で、まあこういうことがありましたねっていうぐらいで聞いてくれればありがたいです。じゃあ始めましょう。日本人の彼氏と付き合って良かったことは、まずはこれは当たり前だけど、日本語は上手になれる。ただし日本語上手になりたいから日本人と付き合うとかではなくて、でも日本人と付き合う前に私は結構日本語喋れた方でしたね。もう N2 ぐらいのレベルだったから、ロシアで日本人の先生がいたり、ロシア人の先生とか、まあいろいろと独学も頑張ってきたから自分では話せるようになったんですけど、ある程度。ただしやっぱりその自然な日本語、自然なネイティブの使う言葉、それこそ若者言葉とか、そういった単語ってそういうのあんまり教科書でどうしても載ってなかったりするし、ちょっと硬い言語、そんなに硬くないけど、まあ、やっぱりそういうのあるから、もう私はね、今まで付き合った彼氏と日本語しか話してないですね。英語使ったりとかそういうの全然なかったし、もう全部日本語だけで通じましたね。だからその向こうが聞いてる言葉を聞いて真似したりとかメモしたりとか、まあ今でも普通に彼氏かどうか関係なく、会話の中で私が知らない単語が出てきたらすぐ調べたりメモったりするようにはしてるから、でもちょっとそれちょっとだけマイナスなポイントもあって、正直やっぱりわからない状態でその彼氏が喋ってる言葉を全部コピーするっていうか真似する、完全に真似したらちょっと男っぽい日本語になりがちなんですね。なんか、ちょっとこの表現どうかなって言われたことあるし、まあ汚いんじゃないけど、まあちょっと汚い。例えば、あいつ、こいつみたいな言葉使ったり、昔してた、なんとかやつとか、なんとか、ちょっと上品ではない。だから、こいつとかあいつ、でもそれを聞いて、なんかこれ、それ、あれみたいな、その例えば物じゃなくて人とかのこと言うと、あいつこいつと思った。でも実際はちょっとそれは強い表現だね。今はわかります。今は使えません。はい、どこでこんな言葉習ったの。多分そんな言葉を彼氏が教えるとかじゃないけど、だから彼氏が喋ってることを全部真似するより、これは男言葉とかこれ女言葉ってちゃんと分けないとっていうのを注意点ありますね。あと2つ目は日本のマナーを教えてくれる。例えばそれこそなんかこういうテーブルのマナーってあんまりわからないというか、やっぱり国によっても違ったりするし、食べる時は必ず両手はテーブルの上に置いて、ここに手隠すのダメだし、その肘つくのもダメってすごく言われたことあるから、結構それは普段意識してますね。食べる時これだけ、これダメ、これダメ、相手と会話する時はこうするのダメ、足組むのダメ、腕組むのダメみたいな。日本はそういうのやっぱりいろいろ細かいのあるから、それは勉強になりますし、なんとなくじゃあ自分ではわからないことたくさんあるのでありがたいです。あとね、ありがとうとごめんなさいはね結構言われたことありまして、やっぱり自分はなんかな、やっぱり外国人ってありがとうを言わないことあるねっていう、日本人の方からもそういう風に聞いたことあるし、自分も確かに恥ずかしくてありがとうとか言えない自分も昔いたなって思い出すとわかるんだけど、でも日本長く住んで、まあ、日本人と一緒にいるとありがとうはもう絶対言う、結構多めに言うぐらいはちょうどいいと思う。でごめんなさいとかも、なんかもう何かがあったらとりあえずまずはその日本で謝るのは当たり前、日本の社会の中ではね。逆に海外ですぐ謝っちゃうと、あなたが悪者だって
海外ですぐ謝っちゃうのはね、良くないらしい。そういう意味でめっちゃ責められるから、それを認めちゃったら。でも日本ではまず謝罪みたいなね、めっちゃスパルタ教育だったっていうのはちょっと冗談だけど、まあまあまあそれなりにでもどうしてもね、やっぱり外国人だから失礼なことをもうしちゃったりすることあると思う。それも日本人の方が分かってくれると思う。もう文化違い、そういう文化の違いがあって日本に来てまだそんなに長くないとか、もうこれがどうしても分からないということをどうしてもあったりしても、まあ日本人ならでも怒らないですね。でももちろん失礼なことはしたくないので、なるべくその日本の文化に合わせて日本でその誰か人と接するようにそうしたいと思いますし、はい、外国人であっても日本風に接するんですね、自分は結局もうあまりにも日本人っぽいから。その次4つ目は、これショート動画にはなかったんだけどすごく思ったのは、ユーモアセンスが磨かれます。もう自分はすごくね、冗談言ったりとかいろいろ好きなんだけど、ダジャレみたいなとか、そういうの。でも思い返してみたら、やはり彼氏といる時もう心を許してる相手だから、すごく何でも言える関係ですね。だからくだらない冗談でも私思いついたらすぐ言っちゃうんですよ。で、向こうの反応を見ます。笑ってくれるかどうか、笑ってくれない、笑ってくれない時は笑ってくれないのとかだいたい、まあ、自分はそこまで見なかったけど、向こうが例えばお笑い番組見たり、何かお笑いの YouTube 見たりすると、あ、こういうとこで笑うんだみたいな、あ、日本人だとこういうまあセンスでこういうのが面白いと思うんだって、なんか観察になりますね。だから自分も、あ、これだったら面白い、これだったら面白くない。やはり海外のジョークというかユーモアセンスって、あの皮肉が多いから、皮肉ベースになってるから、だから日本はちょっと皮肉とまた違う、ボケツッコミなんとかいろいろあって難しいけど、日本長くいると、しかも日本人と長くいると、これって面白いんだって、自分も変なボケしたりとか、その彼氏の方も何か冗談言ったり、あ、これって面白いんだ、こういうとこ笑えるんだみたいな、これは大きいと思います。やっぱり例えば日本で、まあ、仕事しても留学しても、そうめちゃくちゃ仲いい人じゃないと、自分の思いついたくだらない冗談って、でも私もなかなかその彼氏以外の人には出せないね。たまにマネージャーに言ったりするけど、マネージャーはまあ笑ってくれます、面白かったら、まあ、これはアシアンジョークだとかね、あるから。でもやっぱり日本独特のユーモアセンスっていうか、日本のお笑いの文化ってまた海外と違うから、日本語勉強してもその笑いの何が面白いか分かるまでのタイムラグもあったりするから、日本人と付き合ってそれはなんか上達したような気がした。あ、私って面白いなってちょっと変な自信ついちゃったし、いやでも面白いですね、面白い、面白いって思ってくれれば嬉しいですあともう一つ、5つ目は美容とかですね、スキンケア、ヘアケア。もうこれに関してはやはり日本の男性は美意識が高いから、例えば洗顔とか化粧水に液、そういろいろクリーム、美容液使うのは、まあ、なんだろう、当たり前っていうか、今の若い人ある程度当たり前じゃないかなって思います。で、日本に最初来るともう何を使えばいい、あ、これ使えばいい、うん、何を使えばいい、わからない、わからないけど、そのあ、じゃあこれがおすすめだよって教えてもらったりとかしたし、これ使ってるからすごくいいよ、なんか使ってみてとか。そもそもロシアであんまりメイクしてこなかったから、メイクを落とすのどうしたらいいのかもわからなかったし、日本のスキンケアってすごくなんかステップが多いんですね。で、海外と比べるとまたなんかちょっと違うんですよ。だからロシアで使ってたような化粧水を探してもなんか日本のがまた違くて、でも日本の化粧品すごくいいんだけど、その最初全部理解するまでは、うん、ちょっと難しかったっていうか、まあ、昔はね。でも今はそれこそ日本の、まあ、ドラッグストアで売ってるようなスキンケアとか化粧品
ロシアでもね、一部輸入されたり、なんかビオーレのものとかいろいろそういったのもあるからすごいなと思うんだけど、ルルルンのパックとかそういうの分からない状態で教えてもらったのはとても助かりましたし、ヘアケアとかも日本っていろいろあるから、ありすぎてもう何がいろいろ不思議というか、最初分からない。髪の毛スタイリングしたい時もなんかロシアで使ってた同じようなものがないとか、じゃあスプレーはこれ、あとワックス、そうワックス、ロシアでワックスっていうものもなかったから、まあ今っていうとなんかヘアバームとかヘアオイル、日本本当に種類がすごい、わけが分かんなくなっちゃうけど、そんな感じですかね。そしてもう一つ最後、これ編集しながら思いついた追加で撮影したんだけど、もう一つは自分の国の文化をより知る、再発見する、それは相手に紹介したいから、自分はロシア人だけど、でもタタル人ですよ、ロシア人ってこういう人、ロシアってこういう国、タタル人はこういう人、またロシアと何が違う、そしてロシア料理ってこういうのはある、あのタタルの料理こういうのはある、まあ、そもそもロシア料理を作ってみたりとか、自分が作ったこともないそんな料理を日本人のその彼氏に紹介したいから頑張って作ったり、まあ、これ周り友達も結構やってるんだけど、まあ、自分も過去にねそういうのやったことあって、タタル料理とかもう本当にわからないけどレシピ調べて作ってみたりとか、その自分が考えたこともないような、そのやっぱりいろいろな会話する中で、自分が生まれ育った背景の中で、これってどうだったみたいな、これこうだったよ、でも日本人だからこうだったよって、お互いそういう話すると自分のことをすごくね再発見につながって、あ、私ってこういう人間だ、こういう環境で育てたからこうなったとか、でも相手は全く違う環境でこういう風に育ったからこうなったよとか、すっごくそういうの面白くて深いなと思いますし、それはやはり例えば同じ環境で育った自分ロシア人、相手もロシア人だったら、それはそういう会話までそもそも至らないんじゃないかな。もちろん同じ国の中で多少違いがあったり地域差があったりするけど、かといってそのカルチャーのバックグラウンド、文化的背景は一緒だから、そこまではね、なんかお互い違う背景があるからすごく豊かな関係になれるかなと思いますし、まあ、お互い理解できないこともたまにあるけど、でもいいと思うことの方が多い気がします。まあ、あともう一つは家族のことを言いたかったけど、なんか家族と仲良かったりとか、その彼氏の家族と仲良かったりしたね、昔っていうか、まあ、今付き合ってないからあれだけど、だからそれを思い出すのなんか悲しくて、その家族とのその彼氏の家族と過ごせる時間もすごく貴重だなと思うし、自分の家族日本にいないからちょっと家族がいるねっていう感じにもなれるのはありがたいけど、まあ今そういうのないからちょっと悲しいだけだけどね。まあいろいろとね本当にいい経験できたと思います。自分もなんか日本人としての教育いわば受けたような感じもあったし、良くなかったことで動画であげたの翻訳破棄されましたみたいな、まあそれはでもまあ現実ですね、現実、どうしてとか、まあどうしてとかじゃないけど、うん、まあそういう過去にそんなことがあったっていうことだけね、ちょっとみんなに共有できたらなと思います。でもかといって私実は外国人付き合ったことないんですよ。でも今までね日本人としか付き合ったことないから、日本人としか付き合えないんじゃないかなって思ったり、いろいろと日本で今までそういった経験があったんですけど、特に良かったこと皆さんに共有したかったので、今までだったらねこんな話しないけど、今ならもう全然話せるこれはいかがだったでしょうか、面白かったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。